カムルチーは、スズキ目、台湾土壌化に分類される魚の一種、東アジアに分布する、肉食性の大型淡水魚である。カルムチーは誤り、日本や中央、アジアなどにも移入され、分布を広げている外来種である。日本では、同族の台湾土壌や、交代とともに、大魚、大ヒー、台湾などとも呼ばれる。生魚は、 全長30から80センチメートルほどで、大型個体は1メートルに達する。前後に細長い円筒型をしている。体の体色は、高褐色緑褐色で、体側には、円形の黒っぽい半紋が2列に並ぶ。口は大きく、下顎が上顎よりも前に突き出ており、鋭い歯が並ぶ。同族の類似したワンドジョウは、体側の紋が列に並ぶことがあり、紋も細かく、 不定形なので、区別できる。他の台湾同壌化の魚と同様にエラの上部に、ウエエラ器官を持ち、口から空気を直接吸い込んで酸素を取り込むことができる。この特徴により、養存酸素の少ない環境下でも生存できる。しかし、刺し網などにかかり空気を取り込めないと溺死する。アムール川以南のロシア沿海地方から、朝鮮半島、中国まで分布する。 アシュに中国、朝鮮半島南西部が原産地の中国アシュ、CA アーガスと沿海地方が原産地のアムールアシュ、CA ウォーペイコウスキーがいる。日本にいるのは中国アシュで1923年から1924年頃に朝鮮半島から奈良県に持ち込まれて以降全国に持ち出された。導入当時には朝鮮ナマズとも呼ばれており、 標準和名、カムルチーも本来は朝鮮語での故障である。アメリカなどにも移入されている。アムールアシもウズベキスタン、カザフスタンにあるアラル海沿岸の川などに移入され、定着している。それぞれの移入先では、生態系に大きな影響を与えていると言われる。池、故障、川の流れが緩い中華流域など、水草が多い止水域に生息する。空気呼吸ができるため、 溶存酸素量が少ない劣悪な水環境でも生存できる。食性は肉食性で、昆虫類、甲殻類、他の魚類、カエルなど水生動物ときには、水鳥のヒナや、ネズミやヘビなどの小動物など幅広く捕食する。水温が摂氏18度を超えると捕食を行うようになり、摂氏20度以上で活発に活動する。一方、水温が摂氏15度以下では、 捕食をしなくなり、冬眠状態に入る。繁殖期は夏で、オスメスが水面に水草などを集めて、ドーナツ型の巣を作る。巣は直径1メートルに達することもあり、巣の中心部に産卵が行われる。産卵後もオスメスは巣の下に止まり、卵と稚魚を保護する。孵化した稚魚は卵黄を消費するまで巣内に止まるが、やがて泳ぎ出して、新魚の保護のもとで群れを作る。 稚魚は成長につれて群れを離れ単独で生活するようになる。生後2年全長30センチメートルほどで生成,成熟する。日本では一時期増えて在来魚や水鳥に大きな影響を与えていたが近年はブラックバスとの競合や生息環境の悪化により九州以外の地域では個体数が減っている。分布域各地で食用にされ、 中国や朝鮮半島では広く養殖が行われている。ただし、有極アゴクチムシという寄生虫の中間宿主なので、刺身などで生殖するとアゴクチムシ症の危険がある。また、歯も鋭いので、生体の取り扱いには十分な注意が必要である。食材としては、淡白な白身魚で、小骨も少なく、日本人にも食べやすい。中国では、 スープの他にも土鍋煮込み、炒め物などにされる。カムルチーは中国語で、黒魚と呼ばれることが多いが、関東語では、生魚と呼ばれており、標準的な中国語で刺身を意味する、生魚片と混同しやすい。食用以外に、釣りの対象魚ともなっている。ルアー釣り以外にも、日本ではカエルを針につけて、カムルチーや、ブラックバス、ナマズなどを狙う、ポカン釣りという技法がある。 また、反紋のあるニシキヘビのような体色から、干渉魚として飼育する人もいる。東南アジアで養殖された白ヘンコタやアルビノコタイも干渉用に流通している。日本でのカムルチーの定着は、北海道から九州までの広い範囲にわたり、人為的な放流によるものと推測されている。大型肉食魚なので、淡水域の動物性に影響を与えるとされ。 日本をはじめとした入入先各地で枠除も進められている。日本では外来生物法によってかつてを注意外来生物に指定されていたが、このリストは平成27年3月26日をもって発展的に解消されている。現在は環境省より生態系被害防止外来種リストが発表されているが、このリストにカムルチーは指定されていない。したがって、 生態系に被害を及ぼす生物ではないと、現在は判断されている。しかし、北海道、群馬県、愛知県、滋賀県、山口県、長崎県では、漁業調整規則に基づき、移植禁止の措置が取られている。アメリカでは輸入と週間の移動が法律で禁止されており、イギリスでは保有と放流は許可がなければ、原則として不可能となっている。ただし、 河川や故障の改修工事などによって水草の多い湿水域が減少した地域では素材を確保できずに繁殖不全に陥り個体数を減らしているところもある。ありがとうございます。